今日もですね、車ドライブご飯シリーズやってまいりました。今日は松葉さんというですね、もう漫画の世界ではね、もう知る人ぞ知る、もう超有名なねラーメン屋さんなんですけども、ちょっと前からね行ってみたくて、まあ家そんなにね遠くないんで車で来ました。東長崎です。手塚治虫先生、赤塚不二夫さん、いろんな方がですね、漫画の常盤荘のメンバーが、よくねそこで食べてて、東京でねラーメン食べたらね、こんな美味しいものが東京にはあるのかと、みんながねこうびっくりしたんですね、いうラーメンですね。今となったらね、ラーメンって言ったらもういろんなラーメンがあってね、もう家系からもう二郎系からもう品そばからいっぱいあるんですけども、もうこの頃のねラーメンっていうのはね、昭和のもうザこれぞラーメンっていう感じでしょうね。僕もねよくねタイガージムの帰りとかですね、中学校1年生ぐらいかな、帰りにですね、もうこういう町中華のラーメンをね食べて帰るのがすごく好きで、なんかすごい自分自身もめちゃくちゃ思い出深いんですよね。昭和の初期のなんかラーメンってやっぱりこう特別なもんですよね。なんか死ぬ時に何食べたい、意外とねラーメンとかそういうものになるのかなって思いますね。ちょうど今これね年末近くですね、もう車もガラガラ、いろいろ置いて、昔だとね格闘技の興行がいろいろあったりして、年末はもう必ずね大宮スーパーアリーナとかね行ってたんですけども、まあそんな日々ももう懐かしい日々で、今はねなんかこうゆったりするのが楽しくなってますね。まあまあとはいえね、ちょっとこの間はプロレスの試合も終えて、ジムもね一つね拠点が中野にできたので、それはそれでね2023年落ち着いてよかったんですけどもね。ということでね、まあいろいろちょっと僕ね漫画総合の頃を深掘りするといろんな先生がね、食べに来てると思うんですが、もうそうそうたるメンバーみたいですよ。松葉さん、町中華ですよ。実はですね、これ急遽撮影が決まったというか、まあ思いつきでいきなり決まったんですけど、快くですね撮影をOK していただいてですね、とてもね店員さんが優しくてびっくりしましたね。もういろんなとこね、もう撮影ね動画撮っていいですよということで、本当にありがたく、撮らせてもらいました。そしてこのねチャーハンなんですけどね、すごくあっさりしてるんですよね、意外とね、びっくりしました。なんかお上品な味でしたね。そしてこれね店内なんですけど、ね、この世ね僕今一人だったんですけど、この風景を見ながら、この70年の歴史のね、お店でこのチャーハンを食べる、昭和の町中華チャーハンを食べるっていうのはですね、いやーこれもうね結構贅沢な時間でしたね。そしてねこのラーメンね来ました、ラーメン大好き小池さんがね食べたというこのラーメン、いやーねもうどんな感じかなと思ったんですけどね、もうねあっさりしたね、本当に昔ながらの醤油ラーメンでしたね。もうなんかとにかくね、でもこの行って思ったんですけど、ラーメンだなんだっていうよりかはですね、もうねここで食べてること自体がね楽しい、すごく
いい空間をね作って、もらってですね、いやー、あの行ってよかったですね。ね、今ねもうラーメン食べながら、これラーメンチャーハン、ここのお店の売りはなんかラーメンライスらしいんですけどね。ね、タモリさんも来たということで、そのすごくね興味があったんですけど、ラーメンライス、ね、タモリさんも食べたんですかね。ちょっとわからないんですけど、僕はねラーメンチャーハンにしました。うん、いやー、なんかね素朴な懐かしい味だから、当時はねまたねちょっとね味もね違ってたんじゃないかなと思うんですけども、すごく町中華の、うん、もう代表的な感じの雰囲気の中で、町中華美味しいラーメン食べましたね。いやもうこれがねザラーメンです。そしてね、私これねラーメン食べるときいつも思うんですけども、麺をね長くすするっていうのがなかなか、あの途中で切ってたんですよいつも。っていうのは一口が大きいんで、いつもあのボーッと食べて途中であの切るみたいなのが多かったんですけど、あのラーメン通って必ず最後まで残さずズルズルってやりますよね。あれがねなかなかね美味しそうに見えちゃってですね、まあ熱いんですけどね、あの最後水分も飛ぶし、あのつゆについたラーメンがきますからね。だそういう意味ではちょっとねなかなか難しいねあの食べ方ではあるんですけどね、頑張ってねちょっと今日はねやってみました。ラーメンちょっと食べるとチャーハン、そしてチャーハンを食べるとラーメンっていうのをね繰り返して、まあ一人ね本当に楽しくあの年末ラーメンあの満喫しましたね。そして、食べ方ね、これはねなんとかね切らずにってね結構自分にね課してね、なかなかね暑いんでねラーメンをねもう麺切らずに食べるって難しいんですけどね、ザルそばとかだったらねこうスルルッと最後までいけるんですけど、これ暑いねまたつゆがですね飛んだりして大変なんですけどね。そしてこのラーメンはね丼のままね食べるというね、これなかなかね僕結構海外行ってるんですけど、丼に口つけるっていうのあんまりないですよね実は。もう絶対あのもちろん海外ではもうないと思うし、あの東南アジアでもタイでも絶対スプーンで飲みますから、中国でもあんのかな、結構日本のこれ割と上品ではない文化だと思いますね、あのそばをすするのもそうですけど。でも理屈的には空気を入れながらこう麺をすするとか、スープもねいっぱい飲めますから絶対直接の方が美味しいんですけどね、まあマナーいろいろありますから、まあ海外行った時だけ気をつけていただければいいんじゃないかなと個人的には思います。そしてねあのこの何ですかね、色紙を見ながらこの雰囲気に浸りながらのですねチャーハン最高ですね。もう本当になんか昔のねいい昭和の町中華、もう下手すと中学生とか高校生の時を思い出しながら食べれました。最高でしたね。またちょっと行ってみたいなと思います。あ、一回なんか今挨拶ごちそうさまって言ったような感じからまたラーメン行ってますね。あ、もうないけどこれスープ飲んですよね。なるほど、うん、いやなかなかしつこい食べ方ですけどね、水飲んでね、自由にやってますね。もうこれあんまり誰もお客さんいなかったん で撮影もいいですよということで、結構もう無心で自由に食べてます。もうねすいません、ちょっともう無我夢中で食べてますけども、これもねなんか本当にマナー的にどうなのかなと思うんですけども、美味しかったです。いやーもうね自分の地元の近くで先生たちが食べてたっていうのは感動ですね。最高でした。いや美味しかった。もうね本当にシンプルなラーメンとチャーハンでしたね。もうとてもシンプルな、多分チャーハンはラードじゃなさそうだったんですよ多分、わからないけども、すごいびっくりするぐらいあっさりしてましたね。うん、町中華のチャーハンなんで油ギドギドかなと思ったんですけど、ものすごいあっさりしてびっくりしましたね。あれだったらね健康的にね体に入っていく感じがしました。ラーメンもね、まあ、ちょっと薄味ではあるんですけどね、うん、これがなんかこう
思い出の味をこう彷彿させるようなね、うん、その味がねちょっと見えましたね。昭和のザ・ラーメン、うん、って感じでしたね。店員のね方がですねものすごい親切で、動画もね撮っていいですよってことでね撮らせていただいたんですけどもね、すごく優しくて、うん、びっくりしました。なんかだいたいああいうなんか有名な店ってね結構バイソーなパターンが多いんですけど、いやこちらはねすごくねみんな優しくてですね、お二人って、まあ、それともうセットですよね、昭和のセットみたいな感じがしてめちゃくちゃ良かったです。はい、今度はね餃子とかね食べながらビールでも飲みたいなと思うんですけど、ということでこの車ドライブ町中華シリーズも、ちょこちょこやっていこうと思います。今日はね昭和の子供の頃のなんか歴史を見たなって感じでね、すごい楽しかったです。ではありがとうございました。またやりましょう。